はい、こんにちは、レガリアです。今回ですね、こちらロイター通信の記事なんでございますが、現在騒がれておりますファーウェイですね、各国で独自 OS の商標登録出願とあります。こちらの記事をですね、少し見ていきたいと思います。はい、こちらですね、13日のロイター通信の記事でございます。中国の通信機器大手ファーウェイですね、こちらがモバイル機器向けの独自 OS、 本面って読むんですかね、ちょっとごめんなさい、わかんないですけど、こちらをですね、少なくとも9カ国と欧州連合 EU で商標登録を出願したことが世界知的所有権機関 WIPO のデータで分かったとあります。こちらですね、 OS の名前ですね、本面って、まあ、ちょっと読んでますけど書かれております。一応ですね、キリン OS っていう噂というか話もあったんですが、ちょっとね、こちら分かんないですけどね。はい、まあ、このようにね、書かれております。まあ、キリン OS って書いた方がね、分かりやすいとは思うんですけど、同じものかどうかっていうのは分かんないですけど、まあ同じなんでしょうね。はい、米政府の制裁でビジネスモデルが揺らぐファーウェイが生き残りのための代替策を取っていることを伺わせると書かれております。こちらですね、 Google さんもですね、バグのあるこの OS を出されて、いろいろね、セキュリティ的に問題が出てくるんではないかということで、 Android をですね、継続して使わせるなんて話もありますけどね。このファーウェイがですね、今いろいろいじめられております。まあ原因はね、ファーウェイなんですけどね。はい、まあ世界的にも負けないよっていう意思を込めて、この独自 OS を作っているんだと思います。今後ですね、どうなるかわからないんですけどね、できればですね、Google の Android をそのまま継続して使わせていただければいいのかなとは思いますがね、すでにこの Huawei の独自 OS を搭載されたスマホがですね、中国国内で100万台出荷されたなんて話もありますけどね、今後どうなっていくか、まだはっきりとね、わからないと思いますが、個人的にはですね、この Huawei を応援してますのでね、Huawei 頑張っていただければと思います。はい、ということで今回ですね、こんな感じで簡単なニュースをですね、ご紹介させていただきました。またよろしければですね、チャンネル登録していただいて見ていただければと思います。ということで今回も動画を見ていただきありがとうございます。ぜひチャンネル登録の方もよろしくお願いします。もしよかったら他の動画も見てください。それではまた。